遠徳駅は長野県中野市大麻支えにある長野電鉄長野線の駅である。駅番号は N18。2018年5月時点のホーム。当時は左側が下りよう、右側が上り、通過用。2020年現在は右側のみ使用している。現在地への移転前は短式ホーム一面一線だったが、長野オリンピック開催時の列車増発に、 対応するため、新州中の方へ移設の上、島式ホーム一面二線を持つ一線する方式の地上駅へ変更された。しかし、2020年に防線駅に戻ることになった。移設後も無人駅のままである。なお、駅舎二階部分は保線器具の倉庫となっている。そのため、縦谷横の外階段への関係者以外の立ち入りはできないようになっている。 島式ホームへの移動は、港内踏切を利用していたが、駅舎側の2番線が、使用停止されたことにより、港内踏切も停止された。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。ABCDEFGHIJ 品の毎日、新聞社出版部、長野県鉄道全駅造法改訂版、品の毎日新聞社、2011年7月24日。 282ページ。ISBN 9兆7847億8407万1647。ABCDEN 特駅の乗り場変更について、長野電鉄、2020年8月18日、同日閲覧、中野市の統計各年度版による、ありがとうございます。